皆さんこんにちは竹林です今日も youtube 動画をご覧くださりありがとうございます私は今日も近所の用水路のそばを散策しております芝桜とても綺麗ですさて最近心理的安全性リスクフリーという言葉がよく使われます心理的安全性が担保されているからこそ私たちは自由に発言することもできて自由な発想もできます 心理的安全性がない状態は一般的にはよろしくないとされておりますしかしこの心理的安全性というものはないということを良い行動へと促すなっちに使われるということもたまにあります例えばいじめで考えていますいじめても自分は大丈夫なんだリスクフリーなんだと考えるととどめるものがありません しかし自分は見られているいじめるとその後でとがめられるというふうに安全性が確保されていないとちょっと待てというふうに自分の中でブレーキがかかりますこのように悪いものに対しまして心理的安全性というタガを外すというふうなナッチが見られます。不法投棄もそうですよね ここでちょっとぐらい捨ててもいいだろうという楽観性というものに対しまして「あなた見られてますよここで捨てるの割合いませんよ」というふうな伝え方をすることによってきちんとと持って帰る、る不法をなくくすす。いうナッがよく行われます私たちはなんとなく行っている行動このくらい大丈夫だからという根拠のない楽観性というものに対しましてこれは 割に合いませんよと伝えることによってブレーキをかけることができます今日の話はここまでにいたします今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました